ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、ホーライライフがマットな話題をご紹介。というわけで、本日は、池の中の霊場にボートを置く方法です。さて、皆様ご存知の通り、水面に露出した泥ブロックの上にボートを設置すると、あっという間にボートは泥の中に沈んでしまいます。もちろん、霊場にボートを落下させても、蜘蛛の巣を利用してボートを軟着陸させても、あっという間にボートは泥の中、池の中の霊場にボートを置くのは意外と難しいのです。しかし、コツさえつかめば、池の中の霊場にボートを置くのは極めて簡単。霊場にボートを設置したらすかさず乗り込む。たったこれだけでボートを霊場に着地させることができるのです。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。